亡くなった同社の工業を主催していた地方の工業主が、新設のプロレス団体の工業を買う窓口として作られたと評榜する組織。当時は実際にプロモーター協議会の中でも、オポジションといえた国際プロレスや女子プロレスに流れるものもおり、こうした事態を予測して、門が総案を作ったという。門のほかプロモーターらにより結成され、吉村同盟。 大きしきならが顧問。会費50万円で全日本プロレス、新日本プロレスの地方工業を打つ権利を買うことができるというのが主な目的。集めた会費を元手にユニオンが両団体の工業を買い、その工業収益で得た収入をユニオンは一旦プールした上で然るべき時に会員に配当するといったシステムになっていた。門の著書によれば、 当初は、新興団体であった全日本、新日本とも、資金が十分でなかったことから、ユニオンの趣旨には、非公式ながらも賛同してくれたというが、時が経つにつれ、両団体とも、うちの団体だけやってほしい、あっちの団体はやめてほしいと言い始めるなど、互いの団体の思惑やエゴに翻弄されるようになった、という。ただ一方で、回避の取り方には、問題があり、 入門したての新弟子の実家に予告なく50万円の請求書を送りつけたこともあったようである。これを著書で暴露したミスターポーンに言わせると、選手や関係者を食い物にしたという評価となる。ユニオンの顧問だったお式名の引退工業を、ユニオンが主催して全日本プロレスのリングを借りる形で、1973年10月7日に、倉前国技館で開催しようとしたが、 前述の井上博士、東京スポーツ支社長から妨害を受けたため、やむなく全日本プロレス取材工業とせざるを得なかった。ありがとうございます。